週間のお天気をお伝えします。週明けの7月1日月曜日は低気圧が発達しながら北海道周辺に接近します。前線に近い西日本や東海エリアでは広い範囲で雨が降り、一時的に激しい雷雨となる恐れがあります。雨の降るタイミングにつきましてはこの後も随時ご確認ください。また梅雨前線の動向によって雨の強まり、また大雨のエリアが変わる可能性がありますので、この後もこまめな確認が必要です。7月2日火曜日は北陸や山陰付近で梅雨前線が停滞する傾向ですので、週明けその後西日本の日本海側を中心に雨の降りやすい天気が続く見込みです。前線の活動次第ではこれらの地域で雨量が増し大雨になる可能性もあります。一方で太平洋高気圧が張り出しを強めるため、西日本では太平洋側ほど晴れる地域が増えていきます。また引き続き沖縄ではこの後も夏晴れの空が続きそうです。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースから確認することができます。